ヌスロッホ、ヌスロッホは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州ラインイコールネッカー軍南部に位置する、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。ハイデルベルクの南約10キロメートルのベルクシュトラーセ、沿いに位置する。ヌスロッホには、マイスバッフが含まれる。この町は、 ラインイコールネッカー大都市圏に含まれ、自然環境の上で4つの異なる部分からなる。ベルクシュトラーセの南端であり、オーバーライン地交帯の東周辺部である。北東部からは、オーデンバルトが始まり、南東部からは、クライヒガウが始まる。ライムバフハ川がヌスロフ法を貫いて流れている。この町は、標高105メートルから317メートルに一致している。 ク首ーの東約 2km に位置する、マイスバッハ集落も自治体としてのヌスロフホに含まれる。隣接する市町村は、北から時計回りに、来面、ビースロフホ、バルドルフ、ザントハウゼンである。自治体としてのヌスロフホには、ヌスロフホと、マイスバッハ、さらにホイザー・エルズベシュ、フィッシュバイラン、ミューレ、セメント工場の採石場、陶器工場が含まれる。 ヌスロフホは、ブドウ畑をロルシュ修道院に寄贈する際に作成された、ロルシュ文書の766年12月31日の日付がある書類に初めて記録されている。中世世紀には二つの城がヌスロフホ近郊にあり、この土地は分割して統治されていた。それぞれの領主は、リヒテナウケとバインスベルク家であった。百五十九年と百六十九年に、 両者は、プファルツ選定公領となり、キルヒハイマーチェント、地方行政区分に属すこととなった。村の統治は、15世紀以降、ベッテンドルフ男爵がなった。この村は1301年に、ライン級中白と皇帝アルブレヒト一世とのフェーデに巻き込まれ、1462年のプファルツ戦争に見舞われたが、このため、ドイツ農民戦争では、標的とならなかった。 三十年戦争では、ほぼ全住民がいなくなった。1249年に、ミューズブッチとして、初めて文献上に記録されたマイスバフ派は、1648年から1653年まで、全く無人の集落であった。先帝公、カール・ルート・ビヒは1651年から、シュバーベン、バイエルン、チロル、スイスの人々を入植させた。 17世紀末のフランス戦争で村は再び荒廃した。1803年にヌスロフホはバーデン領に移管され19世紀に経済的な飛躍を遂げた。1870年頃に作られたタバコ工場と鉱山で100人以上の雇用が創出された。鉱山では主にセメント製造のための石灰石の採掘が行われた。セメント工場はもともと ヌスロフ法に建設される予定であったが、1896年に、来年に建設された。政治的には、第一次世界大戦以前には、ナショナルリベラリズムが勢力を持ち、後に、ドイツ社会民主党がこれを引き継いだ。バイマル共和制の時代には、時折、ドイツ共産党が、議会の第一党になったが、やがて中央党が、そして最終的には、NSTP が、 多くの票を獲得するようになった。1935年に、奥前バッハと、マイスバッハが合併した。しかし、その2年後にはこの自治体は解消され、1937年4月1日に、マイスバッハは、ヌスロフホとが合併した。1945年4月31日に、アメリカ軍が来面から、ヌスロフホに進軍した。この戦闘で、町役場、 24棟の民家、工場一棟が消失した。第二次世界大戦後、多くの避難民を受け入れることで大幅に人口が化し、新しい住宅地の大規模な増生により、市街面積が拡大した。バーデンイコール、ビュルテンベルク州の市町村議会法に基づき、ヌスロフホの議会は18人の選挙で選出された議員で構成される。市長は、 別枠で議席と投票権を有する。図柄、銀字に、銀と青の斜め格子の小立て、その上に黒い幹、黒い根を張り、緑の葉を茂らせたくるみの木。この紋章は、1498年から使われた裁判所の印象に由来し、1898年に、ゲネラルラントアルヒーフの認可を得た。図柄は、プファルツ選定校の菱形と、町の名前。 クルミイコールナスを示している。旗は青白で1965年に内務省の認可を得た。カトリックのラウレンティウス教会はフランツビルヘルム・ラバリアティの設計に基づき1756年に建設された。1897年の翼廊には多角形の内陣が設けられている。プロテスタント教会は1812年に 改革派協会によって建設された。内陣と首労は1901年の拡張時に建設された。旧庁役場は1945年に破壊された。行政機能は以前学校だった建物に収められたが、1964年に新しい庁舎が完成した。この町役場は1995年に大規模な改修と刷新が行われた。 最大のスポーツクラブは、6つの種目分野を持つ SG、ヌスロフホである。この街のスポーツ活動の看板の一つが SG、ヌスロフホのハンドボール部門であり、しばしば、ハンドボールの街ヌスロフホと称される。男子ハンドボール第一チームは、バーデンのオーバーリーガ、バーデンリーガでプレーしている。ヌスロフホには、ウィンターホールディング GMBH&CO、KG がある。この会社は、 復職企業のベティ・バークレーを参加に置き、900人の従業員が世界中で活動している。隣接する来面には、セメント製造のハイドルバーグセメント社があり、ヌスロフホで採掘された原料を用いている。この工場は、原料となる石灰石の輸送のために採掘場から貨物用リフトを利用している。ヌスロフホの製法を南北に走る。 連邦道 B3 号線が接している。また、西近郊をアウトバーン A5 号線、南近郊を A6 号線が通っている。ビースロフホ、ライメン、ハイデルベルクへの路面電車は1973年に廃止された。現在はバス路線がこれらの町を結んでいる。ザンクトイルゲン、ザントハウゼンにはバーデン本線の駅があり。 ラインネッカーエースバーンがこの路線を利用して運行している。ヌスロッホは、ラインイコールネッカー交通連盟のサービス提供地域に含まれている。ヌスロッホには、基礎家庭学校が2校、実業学校を併設した本家庭学校が1校、ある。上級の学校は、ビースロッホ、ライメン、ザントハウゼンに通う。町は、図書館を運営している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。